高賀三郎陽光殺人事件1私が弁護士手塚隆太の訪問を受けたのは星合予診判事の命令で殺人被告人八木万助の精神鑑定をしようという前夜だった手塚弁護士といえば諸君のうちにはご存知の方もあるだろうが どっちかというと子男なんだが顔はというと人並み外れて大きくしかも俗に鍵花という先の曲がって垂れ下がっている花がその大きな顔の大部分を占めていて西洋の童話に出てくる妖馬そっくりというグロテスクな人間なので初対面の私は彼がグリグリと目を動かして話し出した時には何を言い出すかと内心やや不安を感じたが。 彼はさすがに弁護士だけあって話術は甚だ巧みでいつの間にか私の心の内の不安は消えて彼に幾分親しみを覚えるようになったのだった彼は八木万助の偽境的の弁護人だったのでつまり万助の精神鑑定に立ち会わしてもらいたいというのだった私はそれが法規上許されることかどうかよく知らなかったが 彼が今までにたびたび万助に接していたとすると万助が彼から何事か暗示を受けてそれが官邸の邪魔になることを恐れたので万助と同室することは断ってその代わりに隣室で問答を漏れ聞いていることを許すことにした手塚は「それで結構じゃ」と言ってスタスタと帰っていったさて のの精神鑑定のことであるが私はその前に彼がいかにして殺人を犯しいかにして精神鑑定に伏せられるに至ったかということを簡単に説明しよう今から約3月ばかり以前の2月5日の夜11時過ぎ郊外 S 町のゴミゴミした小住宅区域の一角に突如として銃声が響いた。 ちょうど付近を密航中だった S 署の刑事は、すぐに銃声のしたところに駆けつけると一軒の家の表戸が開け放しになってその中では一人の男が女房らしい女の曲げの根っこをつかまえて「根しょうと言いながら踏んだり蹴ったり散々な目に遭わせているところだった刑事はすぐに割って入って ひひいひい悲鳴を上げて悔しそうに身震いしている女房を乱暴な亭主から無理やりに話したすると男は「旦那しょうは真男をしやがったんですううんうどうするか見ろ!」と言いながら再び女房に打ってかかろうとした刑事は「乱暴はよせ静かに話をすればわかる!」 男を抱きとめたがこの時にふと畳の上に一丁のブローニングが転がっているのが目についたのではっと思いながら「貴様はピストルを撃ったんだな!と」ととなると男は急に思い出したように顔色を真っ青にして畳の上にヘタヘタと座ってしまった「だんだ、すみませんやっちゃったのです」。 何やっっちゃったへイ魔男のやつを撃っちゃったのですえ刑事は驚いてだんだん聞いてみると彼が外から帰るとカンがあわてふためいて出てきてそのまま逃げていこうとしたので「おのれ!」と叫んで後ろから一発ぶっ放したというのだったたしかに。 手応えがありましたそう言って彼は今さら滞在を犯したのを恐れるようにブルブルと震えるのだった刑事は驚き怪しみながら外に出てみると家の前から2軒ばかり行った暗闇に洋服を着た紳士風の男がうつ伏しになって倒れていた倒れていた紳士は間もなく理学博士 脇田一蔵と判明した射殺した男は言うまでもなく八木万助である2刑事の急報で直ちに現場に駆けつけてきた係官に対し八木万助の妻は極力貫通の事実を否認した私はあの方が誰やら少しも知りません 今夜初めてお目にかかった方です。あの方は今夜8時ごろ八木万助さんのお宅はこちらかなと言って訪ねてこられました私は万助は留守ですと申しますと困ったような顔をしておられましたがではもう少ししたら来ようと言って帰って行かれましたそして11時ごろまた訪ねてこられましたまだ帰りませんと言いますと それは困ったなと言ってしばらくモジモジしておられましたがどうしても今晩中に会わなくては困るからここで待たしてもらおうと言って玄関のところに腰をかけられましたしばらくすると外の方に人の足音がしましたので万助さんが帰ってこられたようだと言って外へ出られましたするとその途端にパンという妙な音がして はっと思う間もなくうちらが飛び込んできましていきなり私に打ってかかると訳も言わずに「こんちくしょう太い雨だ」と踏んだり蹴ったりとても乱暴をしました私は弁解することもできずヒいヒいと苦しい声を上げるばかりでした女房が係官の尋問に答える間万助は何回となく「うぐ、ん、ちくしょう嘘つきめ!」 と叫んで、彼女に打ってかかろうとして、その都度刑事に抱き止められたが、いよいよ女房の話が済むと、あいつの言ったことはみんな嘘です。足はすっかり見ていたんです。あいつは、あの男を足の留守に引っ張り込んで、ふざけた真似をしていたに違いありません。見ていたって。女房の話すところが真実らしいと感じていた係官は、 見ていたという万助の言葉にやや驚きながらどこで見ていたのか遠くで見ていました遠くでへい、芝から見ておりました何係官はわが耳を疑うように目をパチパチさせながら万助の顔をしげしげと眺めた芝からこの S 町までは 鳥の飛ぶ距離にして10キロに余るだろう係官の顔には早くもこの時に万助の精神状態を疑う念がムラムラと起こったのだった万助はしかし真剣だった「芝から見ていましたそれに違いありません芝からどうしてここが見えるか」係官が呆れるように言うと万助は にやりと不気味な笑みを浮かべた。旦那方はそういう便利な発明があるのを無論ご存知だと思いますがあっしはこの一見そやな無教育らしい労働者風の男の口から思いがけなく最新科学に属するカタカナが飛び出したので係官はびっくりしたが同時に マンスケの精神状態を疑ってもいられなくなったので何テレビジョンで見たうん詳しく話してみろあしは今日夕方から浅草へ遊びに行きましたすると8時頃ヤギひげを生やした立派な紳士にヤギ万助さんじゃないかと言ってねなれなれしく呼び止められたのですあしは まるで見覚えのない人だったので薄気味が悪かったのですが無理やりに近所の小料理屋に連れ込まれて散々ご馳走になりましたはじめのうちはどうも変でしたがしまいにはなんだか昔から知っているような気がしましてねそのくせ誰だかさっぱりわからないんですけれども勧められるままにたらふく飲んだというわけなんですそのうちに万助さん 家へ来ないいかかと言いますからね酔った勢いでさまいりましょうてんで出かけました自動車に乗せられてスーっといったんで水岩朦朧店員ですかね目がボーっとしていたんで芝のどの辺だかよく覚えていません何でもね立派な洋館作りでしたよところがあしが第一におったまげたのはその紳士がね げんかんのまえにたつとぶのあついコンクリートのドアがおともなくスーッとひらいたんですわけしてうそじゃありませんまったくなんでところがだんなまだまだおったまげることがいくらでもあるんですぜこんなことはほんのじょのくちなんでまんすけは その音もなくスーッと開いた扉から家の中に招き入れられた家はなかなか高層なものだったががらんとして他には誰もいないようだった彼はやがて部屋の入り口らしいところに来たすると入り口の扉はまた音もなくスーッと開いた部屋は四方真っ白な壁に囲まれて まるで牢屋のようだった。あはしまったと思いましたね。こいつはうまくだまかされた。とんでもないところへ連れ込まれてっきり生きぎもを取られるんだと思いましたね。そう思うと急に恐ろしくなって酔いが冷めちまいました。しかし本当に酔いが冷めて青くなったのはその紳士が。 真っ青なかべにむかっておおきなこえで「ひらけあくま」といったときでさまんすけはそのときのことをついそうするようにくびをちめてさもおそろしそうにぶるぶるふるえながら「あしはてっきりしんしはきがちがったのだ」と思いましたするとどうでしょうしんしが「ひらけあくま」悪魔 とひょうしにまっしろなかべがぐらぐらとうごきだしたのですそうしてぱくりとおおきなくちをあけましたしんしはあっけにとられてしりごみしているあしをてまねきしてそのぱっくりひらいたくちからつぎの部屋へやへよびいれましたおそるおそるつぎのまをのぞいたあしはおもわずあっとこえをだしましたぜ。 その次の間というのが実にすばらしかったそうである壁といわず柱といわず金色のまばゆい光を放って天井には洋楽のようにキラキラと珠玉を連ねたものが隙間から下がって床には燃えるような花模様の厚いじゅうたんが敷かれていたここをのぞいてみたまえ紳士が 壁間にはめこんであったかがみをゆびさしたのでまんすけはなにげなくのぞいてみるとかれはもうすこしでそっとをするところだったかがみにうつったのはあっしのかおでなくてつののはえたおそろしいおにのかおなんですまんすけがのけぞるようにぎょっとするとしんしはあははははとわらってこのへやのばんんの悪魔だ。 その鏡ののに住んでいるのだよ。それから紳士は万助を部屋の隅の壁にはめ込みになっている立派な戸棚のそばにつれていって「開け悪魔」と呼んでおらん。というので万助はそのとおりにすると戸棚の扉はスルスルと開いて中には何とも言えない美しい光をまぶしいように発する 大きな宝石がぎっしりと入っていたダイヤモンドだよあハハハハは紳士は機嫌よく笑って別の戸棚から琥珀を溶かしたような酒を取り出してまず自ら一杯飲みそれから万助にすすめたそのその味ったら実にたまらないうまさで わしはもしあれが毒だとしても喜んで飲みましたよそんなことで万助がまるで狐につままれたようにキョトキョとしていると紳士は万助さん何もそう驚かなくていいよわたしは魔法使いでも何でもない今まで見せたことはみんな科学でできることなんだよ万助さんは テレビジョンといって遠方のことが手に取るように見えて声までがちゃんと聞こえるのを知っているかねと言ったあっしは万助は係官に言うのだったテレビジョンなんて名はよく知らなかったんですがそんなものができたということは聞いていましたし遠方の声が聞こえるのはラジオがそうだし写真がものを言うのは トーキーっていうやつで知っていますから今までさんざんに見せられた不思議と比べれば遠方のことが見えるくらい何でもないと思いましたよ万助がテレビジョンのことは知っているが見たことはないというと紳士はそうそれでは一つ見せてあげよう何を見せたらいいだろうねおおそうだ ああなたの家を見せてあげよう。そう言って彼はうなずきながら支度を始めたがやがて部屋の壁に開いていた小さな穴をさして「ここからのぞいてごらんあなたの家のことが見えるから」と言ってスイッチをひねって電灯を消したので部屋はたちまち真っ暗になった。 言われるままに真っ暗になった部屋から小さい穴に目を当てて次の間をのぞくとそこにはやや鮮明を描いた活動写真のようなものが写っていたそのうちに目が慣れると画面は万助の家の一室であることが分かったしばらく見ているうちにあしの髪の毛は逆立ちをしましたよ女房のやつが。 見慣れない男を引っ張り込んでいるじゃありませんか男のやつの顔をどうかして見てやろうと口にしたんですがどうもはっきりしないんですけれどもちくしょういやらしく男に品だれかかりやがってあなたやって変に甘またるい声を出しやがって万助は実に悔しそうだったそのうちにテレビジョンの場面は ちくしゃいくらなんでもあしゃ人にはらせねえや。あしゃこうあたまといわずはらのなかといわずからだじゅうをひっかきまわされるようでからだがへんにねつっぽくなってくちがねばっこくなってどうきがしてどうにもじっとしていられなくなったのです。おもわず畜生ショーとさけんでふところにいれていたピストルをしっかりにぎりしめたんですると。 彼の耳元でささやく声がした。それはもちろん彼のそばにいた会心師に違いないのだが、マンスケには鏡の裏に住んでいる悪魔のささやきのように思えた。マンスケさん、ここでいくら悔しがったってダメだよ。それはお前さんの家で起こっていることだからね。マンスケは大きな涙をポロポロ落としながら叫んだ。 旦那五少ですからあっしを家へやっておくんなさいあっしはあの野郎をぶち殺さなくちゃ男の一部が立たねえや紳士はしかし容易に帰宅することを許してくれなかったが最後にはとうとう万助の必要な要求を退けることができなくなって乱暴なことをしてはいけないよそれでは途中まで送っていこう と言ってマンスケを自動車に乗せて新宿駅まで送ってくれた足は夢中で小線電車に乗り家に帰ったのですするとちょうど真男のやつが家の中から出て一三に逃げて行こうとしたのでこの野郎と後ろから一発浴びせてぶっ倒れたところを見届けると家の中に飛び込んで 萬助の話はようやくこんなことだったが諸君もすでにお気づきのとおり筋の通っているような通っていないような危機かいな話であるそれに係官の首をひねらせたことは被害者の脇田博士が誰知らないものはないというほど有名な物理学者で年配もすでに50を半ば近く越しているし なるほど、1階の労働者の妻にしてはちょっときれいだしがさつな夫に比べるとやや教育もあるようだが博士ともあるものがこんなバスへのあばら屋に来てこういう女と忍び合おうとは考えられないことだったそれにさらに機械なことは実はこれは読者諸君の興味をそそるようにわざと前後して書いたのだが万助が「 彼自身が射殺した死体を見せられたときにややっと言ってのけぞるほど驚いたことで彼はその死体になっている男が彼をしわの海翼に連れ込んでシュの怪奇なことを見せあげくにテレビジョンで女房がだし男と忍び合っているところを見せた男にほかならないと言ったのだったが間もなく彼はその不合理に気がついたらしく よく似てはいるがどこか違うところがあると訂正したのだった次に係官は万助に彼が最新式のブローニング自動ピストルを普段懐に忍ばしていた理由と拳銃をどうして手に入れたかということについて厳重に尋問をした万助はこの尋問については知らぬ存ぜぬの一点張りで一家な自白しなかったが手を変え品を変えて根強く攻め問われて ととううそこで私は彼の自白を紹介しなければならないのだがその前に読者諸君もすでにお気づきになって大いに気にしていられるであろうところの脇田博士のことをちょっと述べておこう四。脇田博士は すでに述べたとおり有名な物理学の権威者で早くも大学教授の英職を投げうって小石川の自宅にラボラトリーを設けそこで志士として研究を続けている特学者だった研究題目は高温度における金属の性質ということだったが門外観の私には詳しいことは分からぬ一般に知られた博士の身辺をめぐるゴシップは 博士がよほど偏屈な人であることと、若く美しい夫人を持っていることだったがそんなことよりも世間一般の人をあっと驚かしたのは今から1年余り以前の昨年の3月中旬に起こった博士邸の怪事件であろう諸君のうちには昨年の3月14日の進行を、博士邸に突如として一大爆音が起こって 木造家屋の一部は猛烈な勢いで燃え上がり即座に駆けつけた消防隊の努力も無効で鉄筋コンクリート造りの研究室を残して壮行な邸宅が全部右右に帰した事件を記憶せられている方が少なからずあると思う世間の人を驚かしたのは物理学の権威脇田博士の屋敷内に突如爆音が起こってたちまち同屋敷を焼き払ったということだけにとどまらないで さらに世人をあっと言わせたのは焼け跡から無残な焼子体が現れてしかもそれが博士の若く美しい夫人で検死の結果他殺の疑いがあると発表せられたことだった爆破に続いて火災のあった当夜は脇田博士は留守だった彼は研究の結果をまとめるために書類を持って2日ばかり以前から 伊豆の温泉に投流中で夫人は女中と2人きりで留守をしていたのだったが当夜は女中の親が急病で暇をもらっていったので全く夫人一人だった急砲に接して走行として帰ってきた博士は真っ黒に焦げた愛妻の死体を安全と眺めながらうめくような悲痛な声で「あいつだ!」とつぶやいた。 博士は無論人に聞かすつもりはなかったのだが彼のそばで様子をうかがっていた刑事はその言葉を聞き漏らさなかったそのために博士は後に艦犬からかなり激しく追及されたが彼は下記のように口をつぐんであいつだと言ったのが誰を指すのか絶対に言わなかった死体は何しろ総合もよくわからないほど焼けただれていたので死因を極めることは非常に困難だったが 死体の横たたわっていた位置と状態とから火災の起こる以前にすでに死んでいたことが確かめられたそして根気のいい刑事の捜索によって死体の横たわっていた現場付近からピストルの弾が発見せられたことによって彼女は何者かにピストルで射殺せられたのであろうということになった犯人は彼女を射殺してから反跡を覆うために火を放ったのであろうが 何によっっって爆発が起こったたののかは全然不明だった博士邸の開花しかも若く美しい婦人が惨殺されて焼け跡から死体になって出てきたという大事件であるから警察当局は必死になって犯人の検挙に努めたが犯人を突き止めることはおろか爪の先ほどの手がかりもつかむことができないで新聞では早くも迷宮入りを伝えられ 博士の研究が絶対秘密のものだっただけに流言飛語が飛び交うという始末だった捜索にあぐねた当局はとうとう脇田博士のまな弟子で今は学会では死の名声をしのぐほどで大学教授の現職にある横林博士を容疑者として降印した横林博士はごく評判のいい学者だったので当局者が博士が 脇田夫人と何か上皇関係でもあったような風説をもとにして同志を行印したのを新聞では血迷った当局などと部別的な記事を掲げて霊障したものだったそうして結果は新聞の嘲笑を裏書きして何ら確定的な証拠がつかめないで横林博士を放免するほかはなかった当時は横林博士の行印について学会の安東とか 醜い学者心理とかいう題で盛んに新聞紙上にデマが飛んだもので学会の暗党というのは横林博士の反対派の教授が当局に密告したというので醜い学者心理というのはンに脇田博士を指したので脳博士が愛妻の死体を見た時にあいつだという意味慎重な言葉をわざと聞こえよがしに言って犯人は「 同博士が親しく知っている人間であることを当局に暗示したことを指摘してその後固く口をつぐんでいるのはますます横林博士に嫌疑を濃厚にしようという逆手だというのだった中にはいかに偏京な脇田博士でもそれほどまでに色眼鏡をかけて見るのはひどいやはり博士は学な弟子を思うあまり口を閉じているのだろうというような説もあって これれらの説にには当局者も大いに動かされたわけで、ついに横林博士の行員になったのだがそれも今言う通りで何の得るところもなく方面ということになって事件は全く迷宮入りとなったのだったそうして次来1年の間何の進展も見せないで迷宮のまま推移し当局は無論まだ必死の捜索を続けていたが忘れっぽい世人の記憶からはもうほとんど消えかけた頃に 突如として、解決の短所が握られたのだったというのはさっきちょっと話しかけて後回しにした八木万助のブローニングの出どころが思わぬ事件の展開を見せたのだった5八木万助は前に述べた通り彼が所持していたピストルの出どころを容易に自白しなかったが 係官の厳重な尋問にとうとう包みきれないで白状したところによると、意外にもそのピストルは小石川の脇田博士邸から盗み出したというのだった。ここでいささか喜劇めいた悲劇が起こったのであるが、八木万助はどっちかというと少し足りないような好人物で、左官の下職ということで、世間はもちろん彼の妻も固く信じていたのだったが、内実は、 彼は月に1度か2度の割で夜稼ぎをしていたのだった八木万助が常習の窃盗であるということはちょっと信じにくいことで彼の妻は係官からそのことを聞かされた時には冗談を言うにも程があると言って怒ったそうだがやがてそれが本当だということが分かるとワッとばかりに泣き崩れて係官をもてあまさせたということだったさて ピストルの話に戻るが八木万助はこれも最初はなかなか言わなかったのだが博士邸に怪事件の起こった当ど同屋敷に忍び込んだのだった彼が12時過ぎに同屋敷に忍び込むと思いがけなく今らしいところに電灯がついていてそこから男女らしい2人の話し声が漏れたので彼は驚いて当夜は博士は留守だったのだからこの万助の申し立てはおかしい しかししばらく彼の言うままに記録しよう。廊下から逃げ出すとその拍子にポンと何か蹴飛ばしてガラガラという音を立てたので彼は2度びっくりして手にしていた懐中電灯を消すと壁にへばりついて息を殺したがその時にふと前の方を見ると漆のような真っ暗闇の中からちょうど彼の頭の高さくらいのところにスーッと ひと筋の光がまるでかすみかもやのようにたなびいているのだったおやと思ってなおも目を凝らすとひと筋の光が今度は明暗のしまのように分かれ始めたそれはしかしあるといえばあるしないといえばないというくらいのもやもやしたものでほんの薄煙みたいなものだったが万助はなんとなく気味が悪くなったので 慌てて懐中電灯をつけて照らしてみたがそこはずっと廊下の続きになっていて両側は壁になって別に何の変わったこともなかった彼はもう一度電灯を消してふわふわした煙のようなものの正体を突き止める勇気も好奇心もなかったのでそのまま逃げるように歩きだしたがその時ふと足元を見ると驚いたことには いっちのピスト彼が今しがた蹴飛ばしたのは確かにこれらしい彼は半ば無意識にピストルを拾い上げてなおも歩き続けたがやがて彼は戦国薄煙みたいなものがモヤモヤしていた辺たりにきかかったので今は別に何も見えていないのだがなんとなく煙に突っかかるような気がしたのでひょいと頭を下げてそこを通り過ぎた。 もし彼がここで頭を下げなかったら大変なことが起こったのだったさてそこを通り越してみると困ったことには廊下が突き当たりになっていてそこにドアがあったが鍵がかかっていてびくともしなかったのでつまり先に行けないことになったのだった彼はすっかり狼狽して元のところへ引き返そうとくるりと向きを変えると「ナムさん」 向こうの方から人の来る気配がするのだあっと思う間もなく廊下にパッと電灯がついた見ると美しい婦人が歩いてくるのだった万助は絶体絶命だった彼は手にしていたピストルを突きつけて「手を上げろ!」と叫んだ婦人は極度の驚愕の色を見せて さっと両手を高く上げた。すると。その途端にプスッという異様な音がして、夫人はぱったり倒れた。不意に夫人がぱったり倒れたので、万助は何事を考える？暇もなく逃げ出そうとしたが、その時に呆然と一大音響がして、彼は何事もわからずになってしまった。しばらくして気がつくと。 万助は廊下の床の上に倒れていた辺りは火の海だった万助は気絶していただけで幸いどこにもけがはしていなかったので火の手の薄いところから一掃に外に逃げ出した彼はその時に夢中でピストルを握ったまま逃げたそうしてその後何ということなしにそのピストルを 肌身離さずに持ち歩いていたのだった6以上で八木万助に関する話はおしまいだが出来事が前後したりしたからもう一度簡単に順序よく配列してみよう八木万助は窃盗常習犯だった彼はある夜脇田博士邸に忍び込んで そこでピストルを拾った。彼は夫人に見つかったので拾ったピストルを突きつけたすると夫人は両手を高く上げたがそのとたんに夫人はぱったりと倒れてほとんど同時に一大音響がして彼はその場に気絶したしかしまもなく気がついて幸いに怪我もせずにそこを逃げることができたそれから 1> 約1年経ったっある夜、万助は浅草で見知らない紳士に呼び止められたその紳士は後で分かったことだが脇田博士に非常によく似ていたのだった紳士は芝にあると称する彼の家に万助を連れて行ってそこで魔法使いのような怪奇なことをいろいろとやってみせた挙句、テレビジョンを見せてやると言って彼に隣室をのぞかせた。 彼はそこで彼の留守宅の出来事を見た彼の妻は怪しげな男を引っ張り込んで貫通していたのだった逆上した万助は宙を飛んで我が家に帰ってちょうど我が家を出かけてきた男を射殺した射殺された男は脇田博士で万助の妻は極力貫通の事実を否定して博士は 今夜不意に訪ねてきた未知の人だと言ったとまあざっとこんなところであるそこで当局は万助の申し立てをもととしてまず犯行現場を調査したが彼がテレビジョンを見たということが全く虚構であることが第一に判明した魔法ならばとにかく科学を基礎としたテレビジョンは受信装置と一緒に送信装置がなければならぬ ところが現場付近には送信装置はおろかそんな装置をした痕跡さえ認められなかった万助が嘘を言っているかいないかということは第二として万助の見たものはテレビジョンではないのだそうなると万助が申し立てた童話の中の出来事のような話はどうも芯が置けないのであるもっとも万助には とてもこんなすばらしい嘘を発明することはできそうにもないから誰かに入れ知恵されたかそれとも事実は万助の見たとおりで何者かが彼を殴ったかであるしかし無知な窃盗常習犯を殴るにしてはいささか念がいりすぎているところでこうなってみると万助が1年以前に脇田博士邸でピストルを拾ったということや彼がピストルを発射しないのに 婦人が倒れたという話はどうも怪しいということになる脇田博士は死んでしまったから今更ピストルの紛失の有無を聞くわけにもいかないが生前博士はそんなことは一言も言わなかったもっとも博士は火事のために一切が焼失したのでピストルも一緒に焼けたことと思って殊更にそんなことを言わなかったのかもしれないが屋敷内の廊下にピストルが放り出してあるなどということは 常識ででは信じられないことである夫人はピストルで殺されたとなっているのであるからちょうど事件のあった夜にピストルを夫人に突きつけたと自白している万助が夫人を射殺したのだと考えるのが一番考えやすいことである脇田博士を射殺したピストルの弾と夫人を射殺したと信ぜられている弾との比較研究は校舎の弾丸が火事のために高熱にあっているので ななながら確定的なものでなかったただ同一のピストルから発射されたものらしいという曖昧な鑑定が下されただけだったけれども万助の陳述はことごとく怪しい作り事をしていると思われる節が多い万助は博士邸に窃盗に入って夫人を射殺したが何かの拍子に博士に顔を見られたので博士は当時留守だったけれども はは博士は在宅だったと信じているから、もしかすると彼はこんなことを誤信したかもしれないのだ不安のあまり博士を殺したのではないかもっとも作りごとにしては万助の総意とは考えられない点もありかつ脇田博士が万助の家を訪ねたということが解きたい謎ではあるが検察官の立場としては万助を怪しいと睨んだのはけだし当然である 万助はどんな調べ方をされたのかわからないが結局彼は博士夫人を射殺したことを認めたどうせ一人は殺しているのだから二人になっても同じことだと考えたためかとにかく彼は長所に母音を押したのであるそこで彼は二重殺人のほかに強盗未遂だとか放火だとか窃盗だとか 重砲火薬取り締まり規則違反だとか書ききれないほどの罪名で検事局に送られ間もなく以上の罪名で起訴されたその結果星合余震判事の取り調べになったのだが彼はそこで再び元の陳述に戻って博士夫人を射殺したことを極力否認し始めた星合判事は首をひねった彼はやや万助の言うところを認めたのだった しかし何にしても彼の申し立てる事実が精神状態を怪しまなければならないような機械さを持っていたのでこの話の冒頭に述べた通りまず彼の精神鑑定を私に命じたのだった7精神鑑定の話は煩わしいし専門的にわたるから省くことにするが 要するに私の下した官定は万助は多少知能の低いところがあり判断力もやや鈍いが低能と呼ぶほどのことはなく普通の常識を備え精神的欠落もなく嘘を常習的に言うものではないというのでつまり今までに彼の述べた一見危機快いなことも実際の判断は誤っているにせよ彼が見聞きしたことを ありのののままに述べているるもとと信ぜられると判断したただった私の鑑定は万助に有利だったので手塚弁護士は非常に満足したがその後一1週間ほどすると彼は再び私を訪ねてきて万助についてある実験をしたいのだが是非判事の許可を得るように尽力してくれと頼むのだった。重罪犯人を 弁護士側の希望でむやみに実験に供するというのはどうかと思ったが、手塚の頼み方があまりに熱心なので、私は星や違反事に取り継いでみた。すると判事はしばらく考えていたが、彼はなんとかして危機快快な謎を一時も早く解決したいと急いでいた時でもあり、非公式にマンスケを実験に供することを許可してくれたのだった。実験場は、 余震亭の一室が当てられた。手塚の希望では夜間ということだったがそれは許されないでその代わりに暗室の装置をすることになった実験の当日になると手塚はキビキビした講談師の青年を一人連れて私の家を訪ねてきたその青年は最近に大学を出た理学士で今日の実験というのも 実は彼のの発案にか,かるものだった。私はこの青年理学士にすぐ好感が持てた別にとうとうとしゃべるわけではないが実に頼もしいところがあって私は何となしにこの青年ならきっと奇怪な事件の謎を解くことができるだろうと思った3人はすぐに自動車に乗って実験場の法廷に向かったが部屋に入ると 青年理学士はたちまち器用な手つきで持ってきた機械の装置をはじめ暗室の具合などを試してたちまち実験の準備を整え終わったやがて万助が護送されてきて星違反事が付き添って実験室に入ってきた万助は手塚弁護士の希望によって実験については何ら予備知識が与えられていなかったのだったやがて 窓を覆う厚い黒布は二重に張られて準備が整うと同時に電灯は消された部屋の中は全くの暗黒だった「全くの暗黒」という言葉はおかしいが私は今までにあんな完全な闇を見たことがない自分の手をどんなに目に近づけても何も見えないのだ私たちは。 一種異様な感に打たれながら震源のような暗さのうちに押しだまっていたすると突然万助が叫び出したああれだあれが見える電灯がパッとつけられたそれと同時に余震判事は穏やかに聞いた「あれって何か見えたのかね?」 助は青ざめた顔で答えたあれというのは去年博士の家に忍び込んだ時に真っ暗な廊下のところで煙のようにもやもやとしていた薄い光のような光でないようなものですああ余震判事は当惑したような目をちらりと青年理学士の方に投げかけた青年理学士は 君はあんなことを言いますが皆さんには何か見えたでしょうかもう一度お試しを願います部屋は再び真っ暗になった私は一生懸命に目を見張って万助に見えるというモヤモヤを見ようと思ったがどう気張っても何にも見えなかった暗闇から青年理学士の声がした八木君 やはり見えるかねはあ、見えます。これでは見えません。消えました。これではまた見え始めました。伝統が再びつけられた。青年理学士は一座を見回しながら、どなたか、やぎ君の言うようなものをご覧になった方はありませんか 何にも見えん。私も私も余震判事と手塚弁護士と私とはほとんど同時に答えて互いに顔を見合わした実験はこれで済んだしかし私には何のことやら少しも分からなかった八。 奇妙な実験が済んでから日して、手塚弁護士が例の青年理学士と一緒にまたもや私の家を訪ねてきた私はこの23日のうちに手塚について聞き込んだことがあるのでやや彼を警戒し始めていた何でも手塚という男は非常に探偵的手腕があって好んで偽協的な弁護を引き受けて幾多の奇怪な事件を ンマを断つように解決するけれども彼には隠れた目的があってきっと多額な報酬をどこからか得るのだそうであるその報酬というのは大抵の場合法網をくぐって悪辣な手段で金儲けをしている連中からせしめるのだそうで社会的に実害はないかもしれないが非合法的であることは免れないので無論私などは 彼にせしめられる何者も持っていないから一向差し支えはないが彼が無一文の八木万助などを偽境という美名のもとに弁護の労を取ろうとしている底意のほどが恐ろしい彼はきっと何か利益になることを狙っているに違いないのだ私は彼と一緒に行動している青年理学士が気の毒に思えてならなかった彼はおそらく 手塚の隠された目的などを知らないで一緒に仕事をしているのだろうがひどい迷惑を被らなければいいと思うのだ手塚は非常に機嫌がよかったこの間の実験の結果が実に成功でな事件の解決はもう一息というところじゃでところで今日は小石川の脇田博士の研究室の調査に行きたいのじゃが一緒に来てくださらんか 脇田博士の研究室というのは去年の火災の時に焼け残ったのとその後新しく建てて博士が殺される日まで立てこもっていた新研究室と2つあるのだが手塚はそこから何か手がかりを得ようとするらしいのだ私はどうしようかと思って迷っていると青年理学士が「ぜひおいでください」と懇願するように言ったので。 私はすぐ承諾してしてまった私はどうもこの青年が好きでたまらないのだ小石川へ行く自動車の中で手塚弁護士は時々青年理学士に助言を求めながらだいたい次のようなことを話した彼の語るところによると万助が海心師に連れられて彼の家に行った時にドアが自然に開いたとか 開け悪魔と怒鳴って戸棚の戸を開けたとか鏡にのぞいた人間の顔が映らないで悪魔の姿が映ったとかいうのは大して不思議なことではないので扉が自然に開くということはすでにアメリカでは実用時代に入っているそうでそれに近づいてくる人間と対立して電気的のコンデンサーを形作りそのために生ずる振動が電流継続器に働いて電流の回路を閉じ それによって扉が開くので他の場合もやはり同じように説明ができるということだったではなぜその紳士がそんなことをして見せたかというと手塚は鼻をうごめかしながら言ったつまりテレビジョンでも何でもない普通の陶器映画をテレビジョンだと思わせるためなのじゃというのは もしいきなりそれを見せたら万助は信じないかもしれないそれでいろいろと科学的な回帰を見せて徐々に万助を信じさせたわけなのじゃ一つには万助が後にこのことを人に語った時にそれが彼のデタラメであると思わせるためでもあったろうてテレビジョンだと言って陶器映画を見せたわけは 私は聞いた万助に嫉妬心を起こさせて女房が見慣れない怪しい男と一緒にでもいいようならすぐ撃ち殺してしまわせるためじゃで万助に見せた陶器映画は多分特別に制作したものではなく既存のものを利用したのじゃそれだから小穴の中からのぞかせたりわざと不鮮明にしたりしたのじゃ映画は ののの嫉妬心を挑発するのに役立てばいいのじゃ。ろん映画の中の人物が万助に殺させようという人物だったら申し分なかったのじゃがそうはいかなかったのでそうすると私はハッと思い当たりながらその紳士は万助を利用して脇田博士を殺させたのですねその通りじゃ。 しかしですね紳士はどうして脇田博士が万助の家に行くことを知っていたんでしょうかまた脇田博士は何だって万助の家に行ったんでしょうそこが問題じゃて。手塚が意味ありげにそう言った時に自動車はちょうど脇田博士の研究所の前に止まった9 研究室は前に述べたとおり二棟に分かれていた両方とも灰色の壁に囲まれた長方形の重苦しい感じのする建物だったが一方の屋根は何の変哲もない普通のものであるのに反して他方の屋根はお椀を伏せたように円形に盛り上がっていてその上には円盤の上に分度器を立てたような奇妙な格好をしたものが。 飾りのつもりにしては変だと思うがやはり一種の装飾としか思えないようにちょこんと乗って正午近くの日にキラキラと反射していたその奇妙な装飾はすぐに青年理学士の目に留まった彼は手塚に向かってこっちが焼け跡に建てられた新しい方の建物ですね変なものが丸屋根の上に乗っていますねうん こっちが新しい方だ手塚はうなずいた最近には博士はこっちの方にばかりいたということじゃ屋根の上に乗っているのは何だろうねどうも日時計らしいと思うんですがどうも日時計らしいと思うんですが変だななるほど日時計か日時計は西洋ではなく庭の飾りになどに使われる 装飾と実用を兼ねるから理学博士でも考えつきそうなものじゃてしかし屋根の上に取り付けたのは変だ青年は半ば独り言のように言って不審に耐えないというふうに眉をひそめながらじっと屋根をにらみつけた大して不思議でもないて屋根の上なら日がよく当たるから都合がいいんじゃないか ところがあんな高い屋根の上じゃ誰も火の影が落ちるどもりのところが読めませんからなどうも変だただの飾りにしては実に不格好だし青年理学士には未だ謎の解けないらしかったがやがて諦めたというふうに屋根の飾りを問題にしたところで仕方がない中を拝見しましょうか 研究室の中は電気炉や変圧計や抵抗器のような電気機械やビューレットやピペットのような測定用ガラス器具がいっぱい並べられていた私や手塚弁護士は一向興味を覚えなかったが青年理学士は「こここそ自分の領分だ」と言わんばかりに今までとは打って変わっておもちゃ屋の店頭に立った子供のように異様に目を輝かしながら それらの機械器具の類いをなでたりたたいたり貼ってあるマークをぞいたりはためには狂気しているとより思えないほどだったやがて彼は誰に言うとなしにつぶやき始めたこの併合器は1 0トから3 0トまで自由に変わるという特殊のものですこの加圧電気炉もこの真空電気炉も珍しいものだ脇田博士は 金属の溶融状態における性質を研究していたというが金属なら1000度ないし2000度までの温度で十分なはずだが見たところ白金と白金イリジウムのパイロメーターは少しも使っていないようだしかえってオプチカルパイロメーターを盛んに用いているこれで見ると3000度以上の高温を使っていたらしいぞ彼は一通り旧研究室を見終わると 私たちを促して新研究室に入った。新研究室には格別彼の注意を引くようなものはなかった彼は丸天井の日時計ばかり気にしていたがとうとう耐えきれなくなったと見えて窓枠に伝って窓枠に伝って何の危なげもなくスルスルと天井に頭が届くほど高く上り詰めたそうして しばらくその辺を調べていたが間もなく再び猿のような身軽さで降りてきた他に調べることもないようですこういった彼の顔はややあおさめていた私たちは新研究室の外に出たすると6尺近くもあろうかと思われる長身の講談師ではあるがひどく神経質らしい壮年の紳士に ぱったりと出会った彼はじろじろと私たちを見ながら「あなた方は何ですか横林博士ですな」。手塚弁護士が言った「私は手塚じゃ一度お目にかかったことがあると思いますで、ね」そういえばお目にかかったことがあるかもしれません。何の用で来られたのですか 余信判事の許可を得て研究室を拝見に来たのですわい余信判事の許可それは変ですねここは江脇田博士の屋敷です法廷ではありません余信判事に自由にここを見せる権利はないと思います博士の死後は私が管理人になっていますたとえ余信判事でも私に断りなしにここに入れないはずです それはどうも失礼しました手塚は大分尺に触ったらしかった言葉は割に丁寧だったが語気はだいぶ荒いのだったあなたがここの管理人になっておられることを知らなかったものじゃからついお断りしなくてすまなかったが私たちはう脇田博士を殺害した真犯人を探すためにこうやって奔走していますのじゃが あなただって恩師のあだを探し出すことは不賛成ではありますまいてうんこれは妙なことを賜るあなた方は警官ですかいやそれよりも脇田博士を殺した真犯人を探すというのはどういうことですか犯人はすでに検挙されているはずですが検挙されているのは真犯人ではないと思います青年理学士は 初めてこの時に口を開いたのだった横林博士は体を曲げて青年理学士の顔をのぞき込むようにしながらうう、私は横林博士が青年理学士の顔を知らないのはいささか不審だった理科ことに理科のうちでも 物理とか科学とかに限られると学生の数も少ないし教授は大抵学生の顔を覚えているはずであることに青年はごく最近に大学を出たというのだからなおさらだと思うのだがい,いえ何青年は横林博士に鋭くなじられても案外平気だったが言葉の上では急いで釈明したただそんな気がしますだけで。 確かな証拠がああるわけではありません。うん横林博士は不快そうに眉をひそめたどうも君たちは奇妙なことばかり言うしかし今日は君たちにかかり合ってはいられない僕は脇田博士の研究書類を調べなくてはならないのだ君たちは帰ってくれたまえ博士はこう言い放つと つかつかと新研究室の中に入って扉をバタンと閉めた10私たち3人は言い合わしたように旧研究室の中へ入った手塚は目をグリグリさせてひどく怒っていたけしからんいかに大学教授か知らんが。 我々をまるで泥棒のような扱いをするとは言語道断じゃ手塚さんまあそう怒らないでください私たちは大きな目的を持っているのですから青年理学士はたしなめるように言ったそれよりも時間が大切ですから手塚さんあなたすぐに星合判事にここへ来るように言ってくださいませんかここへ 手塚は飲み込めないというような顔をして反問した「ええぜひ話したいことがありますからお手数ですが電話をかけてください」ああそれからその時ついでに万助に「テレビジョンを見せた紳士は背が高かったか低かったか聞いてくるように言ってください」手塚が電話をかけに外へ出て再び戻ってきてから星や与信判事がやってくるまでの間 青年理学士は何回となく時計を取り出して、その都度そっと新研究室の様子をうかがって、しきりにイライラしていた。私は今までにこの青年理学士がこんなに焦燥な態度を示したのを見たことがなかった。青年理学士は、星や違反んの顔を見るとほっとしたようだったが、はんがどことなくしりょかそうな目で、額越しに一座をじろりと見まわしながら、 私を呼ばれたのはどういう用事ですかと言った時に一座を代表するように「どうもお呼び立てしてすみませんでした」「実は重大なお知らせをしなければなりませんので重大な知らせとは」それより以前に先ほどお願いいたしました万助の答えはいかがでしたろうか助は、 テレビジョンを見せてくれた紳士は彼より少し背が高かったと言いました万助の身長は五百六寸余りですから紳士はよほど背の高い部に入るでしょうありがとうございました私も多分そうだろうと思っていましたどうぞここどうぞここへおかけください是非聞いていただきたいことがありますからどういうことだか知らんが この時に手塚弁護士は青年理学士のでしゃばるのが少し面白くないというふうに僕に相談せずにむやみなことを判事の耳に入れて別に困るとは言わんがどうかな大丈夫かなええ決してそのご心配には及びません余震判事はじろりと手塚に一別を与えながら 青年に促すように言った。どういうことですか。受けたまわりましょう。は。では。始めますという言葉を口の中で言って、青年理学士はまるで時間を切って講演でもする人のように、おもむろにポケットから時計を取り出して机の上に置いた。私は彼の動作に釣られてそっと時計を見たが。 2時を35分ばかり過ぎていたお話を始めます以前によく知っていただかなくてはならないことは学者というものがいかに偏狂で名誉心が強いかということでありますもっとも学者が全部そうだと思うのではありませんがもし商人が金のためにどんなことでもするということが言えますならば学者は 名誉のためなならどんなことととでもすす。ると言えるえ存じます例えば学者は彼の学弟子が彼をしのぐような名声を得てまいりますと喜ぶ代わりに非常な嫉妬を起こしますまた自分の研究は非資格しながら他人の研究はこれを盗んで天として恥じないものであります指定の間柄と申しますと そこには、言うに言われない美しい情愛が醸されるべきだと思いますのに、それが最高権威の学者であればあるだけ、かえって、指定は互いに嫉妬し合い、疑い合い、探り合い、さながら旧敵のように憎み合うということは、決してまれではないのであります。私には、 この青年が何を言い出すつもりであるかということがほぼ分かった星や違反児にもまた手塚にもやはりそのことは分かったのであろう彼らは私と同じく熱心に青年の言うところに耳を傾けていたのだった皆さんここに一人の辺境な学者があったとご想像ください彼はその専門の学問において 最高権威であると自らも許しまた人も許していると信じていました彼は全く学問の方では素晴らしい業績を残していましたそうして今や彼は表面学会を引退して秘密裏に志士としてある研究に没頭していました彼に一人のまな弟子がありましたととこころがいけないことには。 弟子も死に負けないほど辺境で、その上に司会の名声においても次第に死を圧するほどになってきたのでしたさらにいけないことは彼が死の研究に勘づいたことです。彼も学問においては素晴らしいものでしたですから死の研究に感づく力もありそれを盗む力もあったわけです いや彼をおいては他にそれだけの力のあるものはありますまい。死の学者がこの弟子に非常な脅威を感じたのはけだし当然のことでありました。以上に挙げただけでもこの指定の間にもしかすると互いに相手の消失を願うという非人情的でもありまた 人間的でもある願望が浮かばなかったとは言えません。ところが、最後にそれを決定的にしたものは、死の学者の妻が若く美しく、弟子の学者もまた若く美しかったことでした。私は最後の問題については確定的なことを言うのは控えますけれども、一、二の事実から、 この若き二人の男女の間に、老いたる学者の疑惑を起こすに足る十分なものがあったと信じます。永遠として築いた学会の名声が、手塩にかけて育て上げた弟子によって却下から崩され、半生の努力を尽くしてまさに成功しようとしている研究は、彼によって期待に瀕し、その上に最愛の妻さえ、 危うく盗まれようとしているのを感じた老博士はそのまな弟子に対して限りない憎悪と嫉妬と憤激を感じたのでしたこれが市政の目に一丁字もない人間の間に起こったとしたら唐に原始的な狂気を振り回して新聞の社会面の片隅をにぎわしていたことでしょうしかし 二人の科学者の間に起こった人間闘争はそんな簡単な生優しいものではありませんでしたこの青年はさして雄弁家とは思われなかったしかしその操縦な弁舌と暗示的な言葉は私に何かしら科学者の恐るべき闘争について旋律の予感を与えた科学について 多少理解している私でさえそうだったから、科学とは大分縁の遠い予心判事と弁護士とは恐怖に近い予感を与えられたらしく前者の顔はやや蒼白になり後者のいつも人を小馬鹿にしているような顔は今までになく緊張していた普通の人間の場合なら担当が飛ぶピストルが鳴るそれだけのことでしたろう。 ところが二人の闘争は表面的にはさざ波一つ立たない池の表のようでしかも内心には火花を散らしていかにして安全に相手を消失させるべきかということばかり考え続けていたのですまず戦いは老博士から始まりました彼は若い博士を取り除くすばらしい考案をしました それは見えない光線を使うことでした。紫外線赤外線といえば皆さんはよくご存じですからくだくだしい説明はいたしませんが我々の目には光線のうちある範囲の波長のものだけ見えてその波長より大きい紫外線とその波長より小さい赤外線は見えません。しかし、かそれらの光線は、 我々の目には感じないが、ある種の科学的および物理的の働きは立派にするのです。皆さんは赤外線を利用した東南放置器をご覧になったことはありませんかそれは一見何の仕掛けもない場所を横切ると、ベルがけたたましくなり始めるのです。一見何の仕掛けもないところには、実はフォトセルが隠されていて、 それに目に見えない赤外光線が当てられていますそして赤外光線によって電流の平行が保たれていますが人がその前を横切って赤外光線を遮りますと平行が破れて電流が流れ始めベルが鳴るのです仮にベルの代わりにピストルを置きベルを鳴らさせる代わりにピストルの引き金を引かせたら どううでしょうか。赤外光線は全然人の目に触れませんから何の気もつかずにそれを遮った人がピストルの自動発射で殺されてしまうわけです老博士はこの恐るべき考案をした時に定めし狂気したことでしょう彼は彼が旅行にでも出かければ彼の妻がきっと 若い博士を呼び込むと考えました。そこで彼は寝室に通う廊下にこの装置をしたのですもっともその前に老博士はこの装置が若い博士にだけ働くことを考案しなければなりませんでした彼の妻や女中が廊下を歩いた時にピストルが発射しては何にもならないからでありますこの難問は、 幸い若い博士が非常に長身であることが解決してくれました彼は博士夫人や女中に比べて七八寸は背が高かったのです赤外光線を夫人の頭より赤外光線を夫人の頭よりやや高いところに置けば夫人が通っても遮りませんから装置は何ら働きませんがそれに反して もし若い博士が通ればたちまちフォトセルの均衡は破れてピストルの弾は瞬間に飛び出すはずでありますロー博士はさらに第2弾の考慮をしましたそれは幸いに思う相手を倒すことができても装置を発見されては何にもならないのでピストルの発射と同時に火を発して 証拠となるべき装置を焼いてしまうということです博士はピストルが発射されると同時に火薬が爆発する仕掛けをしました爆発ということは疑惑を招きやすい恐れはありますがもしピストルの弾が逸れて相手に致命傷を与えなかった場合には相手に逃げられてすべてのトリックが暴露しますからたとえピストルの狙いは外れても 完全にがなおこの方法の隠れた目的の一つはこうして相手が射殺され家屋が焼失した時に賢儀は第一に留守意をしていた彼の妻にかかるでしょう。老博士はこうして間接に彼の妻にも復讐を試みるつもりだったのです。 彼は妻を愛するあまり殺してしまおうとは考えませんでしたがさりとて全てをきょするほど寛大でもありませんでした彼は妻が殺人の嫌疑を受けて苦しむのを心地よげに見守ろうとしたのです老博士は考えに考え水も漏らさない計画を完成した後に君の悪い笑いを漏らしながら 旅行に出かけましすべてはうまく運びましたもしここに一人の同契約が出場しなかったら博士の目的は完全に達せられたでしょうが哀れなピエロの登場は博士の計画をこっぱみじんにしましたもはやお気づきのことと思いますが同契約というのは八木万助です 彼は何にも知らずに博士夫人にピストルを突きつけました夫人は両手を高く上げましたそこは赤外線の仕掛けであった真下でした科学は正確で無情です赤外線は横林博士の頭に遮られてもまた脇田夫人の手に遮られても 効果には少しもかした。ここでちょっと付け加えておきますが廊下にピストルが放り出してあったというのはおそらく博士が夫人に拾わせて後の県議の種の一つにするつもりではなかったのでしょうか今まで申し上げたことは全部私の推定ですがこの推定に多分誤りはないだろうと考えますのは八木万助が。 いに忍び込んだ時に真っ暗な廊下にもやもやした怪しい光を見たという言葉から思いつきまして皆さんもご承知のように実験を試みたのでありますがこの陽光こそ赤外光線でありましたまことに信じがたいことでありますが八木万助の資格は得意でありまして一般の人に見えないはずの赤外線をやや感じるのであります 万助はこの独特の霊妙な力によりまして私に事件を解決するヒントを与えるとともに彼自身も命拾いをしましたもし彼がもやもやした陽光を見たところを頭を下げて通らなかったら彼は脇田博士の犠牲になっているところでした脇田博士は思わぬ失敗に鋼をしました彼は むろん八木万助が邪魔をしたことを知りませんから横林博士が計画を見破って夫人を犠牲にしたものと信じ以前に増した憎悪と憤激を持って復讐の企てを練り始めました一方横林博士は脇田博士の貫作を知り彼自身と夫人の復讐のために八木万作を利用したのです 時間が迫りましたから簡単に申しますが横林博士は横林博士は多分問題の夜脇田博士邸にいたので万助を認めて顔を知っていたのでしょう彼は万助を見つけ出すと同時に万助の名で脇田博士に手紙を送って当屋の事情を知っていると言って脇田博士に器具の念を起こさせて万助の家を訪ねなければならないようにしたのでしょう あ星合さんどちらへおいてになります僕は検事の注意を促すために電話をかけに行くのです検事は多分僕に横林博士に婚姻状を要求するでしょうちょちょっとお待ちくださいもう少しですもう少し説明したいことがありますから青年理学士の言葉に余震判事はしぶしぶ元のところに腰を下ろしたもう少しです 理学私は弁解するように言った横林博士は安全のため脇田博士に変装して万助を呼び止め彼にテレビジョンだと言っていい加減な映画を見せて彼の心情を生み出し勘布に対して殺意を起こさせて家に帰しましたするとちょうど脇田博士がこの時突然ドーンという鈍い大きな音がして ずしんと地響きがすると同時に窓ガラスがビリビリと振動した判事<っ>をはじめ手塚も私も共に腰を浮かしたが青年理学士は平然としながら窓の外をさしたご覧なさい新研究室が小爆破をしましたちょうど横林博士が座って 脇田博士の研究を調べているところです脇田博士は死後のの復讐を遂げたのですあの新研究室は脇田博士が第一の失敗後新たに建設したもので丸天井の上に火時計を取り付けたように見せかけて小さいスリットが作ってあってそこからある一定の日の一定の時間に太陽の光線が入るようになっていました。 脇田博士は今度は赤外線を使わずに堂々と太陽の光線を使ったのです。今日は横林博士、脇田博士の遺言状によって研究書類を見に行ったのです。私は戦国天井を調べて四時半きっかりに研究室が爆発するのを知っていました。私は戦国天井を調べて四時半きっかりに 研究室が爆発するのを知っていました。私は死後の恐ろしい復讐の遂げられるのを知りながら平然とそれを見送った青年の顔を眺めてここにもまた科学者の冷たさを発見して立然としたそして目を転じて総外の半ば崩れ落ちた丸天井を見た時に血みどろになって くんずほぐれつつかみ合ってそのまま力尽きた二人の人間の残骸をわざわざと見せつけられたような気がした十一。脇田博士と横林博士の浅ましい血みどろの闘争は世間に発表されずに済んだ横林博士は戦士の意思で 研究室で実験中に誤って爆死したということですべての醜い秘密は葬られたのだった万助は過失殺人で軽い刑で済むことになった私はその後しばらくたって手塚弁護士に会ったので青年理学士のことを聞いたすると彼は大きな鼻を飲んでしまうくらい大きな口を開いてからからと笑いながら いや、手塚龍太散々の失敗じゃ。キャツは万助が見たというもやもやの光に心当たりがあると言ってきたので、一つ利用して何かうまい汁を吸ってやろうと思ったのじゃが、慣れない畑で手も足も出ないで、あべこべにキャツにうまい汁を吸われてしまいましたわい。龍太も法律や文字ばかりではいかん。科学の勉強をしなければな。 するとあの理学士は真っ赤な偽物じゃキャツ名前ははっきりせんがいずれ相当の知れ物にそういないキャツの目的は脇田博士の研究を横取りするつもりだったのじゃいや研究そのものではない研究の結果じゃ脇田博士はダイヤモンドを作っていたのじゃ 炭素を高温で溶融したら結晶させるのじゃ。キャツめ研究室を調べて早くもそのことを悟り研究室の爆破を知らん顔で見送っておいて後でそっと出来上がっていたダイヤを盗み出して逃げたのじゃ。最近にわしにそのことを手紙で知らしてきたわい。憎いような。 かわいいやつじゃて。